はい、おはようございます。就活の田中です。これ藤田嗣治の、鉛筆のデッサンがですね、鑑定がついてます。藤田嗣治についてはですね、非常に海外でもね人気があって、というのはやっぱりクリス・サザビーズとか大手のオークション会社で結構しっかりした値段がついてるってことで、皆さん世界のコレクターご存知だというところで、非常に存在感大きいです。ぜひ、もしお持ちのものありましたら、情報ありましたら、お教えください。よろしくお願いします。